俺の名前は瓜生辰臣。やばい、ズタボロだ。お前が強すぎるからだろう。暗殺一族のトップ、紫電を背負って歩く、元殺し屋のメロンパン職人だ。苛烈化するモーリーとエルペタスの大戦争。6162億、必ず取り返す。俺は夏目金融の帝一郎太と共に敵対組織、秋月家に潜入。そこで秋月家に仕える雷一族の長紫電と交戦。強者ゆえのおごりよ紫龍。紫電は主君である秋月を、私は倒れるわけにはいかんのだ。そして一族を守るという決意のもと戦い抜いた。腹を裂いても生きてるのかい。てめえは俺だ。俺はこの男を殺そうとは思わなかった。足を洗って一族全員仇になれ。なら生かしてやる。この一族の未来にかけて俺は生かすことにした。すると紫電は血まみれの手で無線を取り出した。侵入者に対する攻撃をやめろ。雷一族は秋月家護衛の任務からたった今降りる。そして一族の者に撤退を命じた。外では金峰が雷一族と戦っていた。一旦聞くぞ。何が起きてる？おそらく上からの命令で撤退したシルカ。同じく外で交戦していたヌエも状況を察した。だがそんなことを秋月家の当主秋月秀一は知る由もない。雷一族め、丸ごと養ってやってるのにまだネズミ数匹も枯れんのか。ここまで無能だったとは。護衛を他の一族に変えてやろうか。奴は別室に身柄を逃がしていた。俺は紫電を奴らの下っ端に引き渡そうとしていた。あ、紫龍さん、一体何を背負ってるんですか？そこに帝が現れる。説明はややこしいが、雷一族トップの紫電だ。こいつは足を洗うから生かす。生かすのはいいですが、もう死にそうですね。無論俺がやったんだがやべえんだ。なんとか生きてほしい。すると紫電が絞り出すように話し出した。一度落としたも同然の命。紫龍、生き残ったなら他の職に就く。俺だってアサシン辞めてからメロンパン屋だ。こいつだって金融屋だ。ああ、何とでもなる。そう願いたい。ただもうすぐ死ぬぞ。この帝はひばり町の町金の社長だ。利息を合わせて6162億8086万、実にむしり取れる。福利って恐ろしい。秋月秀一に対しとんでもない額の金を取り立てに来ている。帝、お前がここにいるということは万来は死んだか。奴にはまだ気がかりなことがあった。万来は雷一族の護衛。お前月給いくら？奴は帝との戦いで敗戦した。いや、根性あるから生きてたよ。な、生きているのか。それを聞いた紫電の顔に少し正気が戻る。秋月への取り立てが足りなかったら内臓を売ろうかと思って。全然空気と違うこと言ってる。帝は自分の父親を雷一族に殺されている。死人に口なし。それがきっかけで帝家は一家離散の浮き目にあった。だがこの男はこう言った。この俺も暗殺者時代は指示を受ければ感情なく暗殺を遂行してきた。俺にお前らを心底恨む権利はない。こいつも同じ穴の無地な俺と似たような考えだ。悪いのは指示した奴ってことだな。はい、金で解決します。俺たちは全ての元凶秋月を破壊しなきゃならないわけだ。その時だった。おお、紫電様。雷一族の護衛の一人が俺たちを発見する。名誉の傷だ。慌てるな。すまねえな青年、あとは頼む。俺はそいつに紫電の身柄を渡した。紫龍さん、相当切られてますけど大丈夫です？痛すぎる。でも15分くらいならいける。そして裸の王様となった秋月秀一の元へと向かう。居場所は紫電から聞き出してある。紫電、時間をかけすぎだ。理由を聞かせてもらおう。相変わらずの大豪邸だったよ。どんな悪いことしたらこんな金稼げんだ。ようやく悪の親玉確保だ。この男は旧華族秋月家の現当主だ。なぜお前らがここに。まさか雷一族めが。勝つばかりで何の役にも立たんかった。金を返せバカどもが。焦りなのか人間性なのか、嫌なこと言いやがる。
それを聞いた俺の脳裏に紫電との戦いがよぎる。この身が切り刻まれようと秋月様には指一本触れさせんのだ。そして奴は血の海の中で俺にこう言った。私は一族を困窮させ路頭に迷うのが怖かった。勇気を持って踏み出そうと思う。飢えていた野良犬を拾って飯を食わせたというのに。この男のこの性質が雷一族を縛り付けた。帝、はって金になんの？いえ、おっさんのは二足三文ですね。俺は奴にズンズンと歩み寄る。ムカついたから一発殴っとくわ。何を？殺さんでくださいよ。雷一族の怒りを乗せたメロンパンチ。秋月がモンドリ打って吹き飛ぶ。うん、ギリ生きてるな。8割型の歯折っといた。もうあとは任すわ。承知しました。ここからは待ちきん帝の出番だ。かつての主人から金を取り立てることになるとはな。帝一族め、一時は養ってやった恩義を忘れてよくもこんな。どの口が言ってんだ。記憶障害かこの野郎。この男は以前護衛だった帝一族を突然切っている。秋月様、すぐに出て行けと言われても生きていけません。知らんよそんなことは。家族もおります。せめて次の職を探すまでの資金をお貸しいただけませんでしょうか。必ずお返しします。最後の最後に無心をせがむか。とことん醜いな帝、誇りはないのか。どうかどうか。知らんよ、もう無関係だ。そして帝の父は口封じとして殺されたんだ。自分の都合で切っておいて、金は死ぬほどあるくせに貸しもせず、挙句の果てに恩義を忘れたのかだと。お前はどんな感性で生きてんだ。箕面議員の殺しとレジャー施設の破壊工作の黒幕、てめえだな。どこにそんな証拠があるんだ。ボケが鉄刀鉄尾調べ上げてんだよ。お前は雷一族の人間に殺害指示を出した。箕面を殺す、秋月に逆らうことは大罪なのだ。承知しました。さらに箕面氏が経営するレジャー施設での事故、ウォータースライダーの連結部分に工作の痕跡があった。てめえらが出資するテーマパークの客が減っているのも調べ上げた。競合潰しのためにやったな。自らの施設の魅力で勝負せずゲスの所業だ。あのレジャー施設の被害額は400億以上。奥さん、この被害額を俺に取り立てさせてください。え、そんなことができるんですか。これをお前への債権として俺は箕面夫人から受け取った。事件発生から今に至るまで6ヶ月、うちの利息は10日で 20% のトニ。それを複利計算すると現在6162億8086万2983円。今すぐ耳揃えて払え。帝は秋月に計算書を差し出した。ふざけるな、そんな額ありえん。払うわけがないだろう。そもそもトニの利息など違法。勝手にお前が言ってるだけ。うわ、物分かりが悪すぎるぜ。すると帝が分かりやすく王出した。有金全部出せって言ってんだよ。くわ、下道がまともな取り立てしてもらえるわけねえだろう。うわ、そして指を2本ばかし逆にねじ曲げた。秋月家の総資産も調べてある。5000億近くはあるはずだ。会社の株も不動産も全部売れ。そんなことできるわけ。その時の帝の圧はもはや異様だった。6162億と天秤にかかるのはてめえの命だ。ある金は全部出すしかねえんだよ。払うしかない。誰もがそう思うだろう。えぐいね。絶対払わせる感じが半端じゃねえ。いいもん見れたわ。身柄はさらう。金の払い方を決めるぞ。ちなみにその後の報道を見ると、あの金額マジで払わせたのかよ。えぐいな。ただ奴は大横領で豚箱行き。破滅だ。恨みを買いすぎてこの後殺されるな。しかも金は全てギャンブルに使ったって設定になってたわ。秋月家討伐のミッションはなんとかクリアした。メロ
ロンパンいくらでも買う。この人本当に優秀なアサシンなの？ああ違うかも。これをもって帝との同盟は解消だ。それから1週間後だった。お見舞いに卵買ってきましたよ。早く食べないとダメよ。金峰は剣の病室に訪れていた。剣は未だに目を覚まさねえ。本当にただ死んでねえだけだった。ちなみに金峰は無論まともじゃねえ。あなたがおにぎり屋を急に休むから抗議の電話は鳴り続け、町はパニック、大地は割れ、神々は怒り狂い、富裕層は地球から脱出していますよ。眠る剣にわけのわからん嘘をいつも話し続ける。ちなみに地球規模のおにぎりブーム到来、やってさえいれば億万長者。今おにぎり屋が世界一の富豪になって。え？そうですか、そうですか。やっぱり鶴ちゃんは行きたいんだね。金峰の話を聞いていた剣の手が。おにぎりまた作れるといいね。なんとおにぎりを握るような動きをしたんだ。それから金峰は毎日謎のおにぎり嘘をつき続けた。モーリー社長があなたがおにぎり持ってこないことに激怒して裁判の手続きに入りましたよ。ふむふむ、握ってるね。ちなみに鶴のおにぎりって丸パクリのお店ができてたよ。そして俺とカリンが見舞いに来た。金峰、来てたのか。毎日来てます。鶴ちゃん、ずっと目が覚めないね。ああ、とんでもない傷だったからな。正直生きてること自体不思議なんだ。すると金峰がまた意味不明なことを口走る。鶴ちゃん、死竜は腐ったおにぎりを食べてお腹が痛いらしいですよ。金峰くん、わけわからんこと言ってないで働きなさい。さすが愛しの死竜、痛いところをつきますね。こいつが病院に担ぎ込まれたのは桜が咲く頃だった。あまりに長すぎる。まさか脳に問題が。俺たちはアサシンだ。鶴ちゃん、頑張れ。意識が戻らないもの、不随になるもの、いろんな人間を見てきている。だがそんなこと考えても仕方ねえ。ああ金峰、メロンパン持ってきたぞ、食うか。なのに死竜は腐ったおにぎりをもっと食べるんだって。ホワイトチョコチップが入った甘くて優しいやつ。その時だった。ダメ。え、嘘、まさか。今かすかに声が。なんとずっと眠っていた鶴見が。ここは。目を覚ましたんだ。もう俺は声にならなかった。鶴ちゃん、目が覚めた。心のどこかでダメだと思っちまってたんだ。よかったな。やっぱりお前はすごいな。シリュウ、カリン、鶴ちゃん、みんな喜ぶよ。大丈夫か？気分は悪くないか？動いちゃダメだぞ。もう自分がどんな顔してるのかもわからねえ。ずっと悪い夢を見ていたんだ。それはおにぎりを握らなきゃいけない夢で、必死に握ってたら戻ってこれた。うん、そうかそうか。かわいそうにわけのわからないことを口走ってる。では回帰祝いの千歳飴です。それ七五三のお祝いだ。金峰、ありがとう。だが俺は見逃さなかった。震えがある。まだ剣に障害が残る可能性を。俺は犬足と戦って、その後いいよ剣、またゆっくり話してやる。今はとにかく休んでね。みんなにも連絡する。剣、早く良くなってまたおにぎり握ってくれな。私へのお礼はおかかのおにぎりでオッケー。何のお礼なのよ。みんなありがとう。剣ならきっと大丈夫。またおにぎり屋に戻れる。その頃、この男にも動きがあった。剣忍、どうして抵抗しなかった？それは剣をやった張本人、エルペタスの犬足。悪魔のようなあの男がどうしても違和感がある。奴の心には疑念が渦巻いていた。剣が背骨を両断されなかった理由、それは奴が最後に躊躇したからだ。そして犬足にはもう一つ気がかりなことが。剣の死体が上がっていない。あの傷でまさか。その時、犬足の元に電話が入る。
私だ。犬鷲さん、剣忍の身柄が見つかりました。犬鷲はこの件について情報班の人間を稼働させていた。奴は臨生病院に入院しています。そしてその推測は正しかった。剣が運び込まれたのは闇医者ではなく一般病棟。それゆえエルペタスの情報網に引っかかったのだ。それを聞いた犬鷲はゆっくりと立ち上がる。生きていたか、ならば行かねばならない。そして夜の街をゆっくりと歩き出す。お弁当、お弁当、嬉しいな。すべては愛する我が息子のために。そのまま奴は深い闇へと溶けていった。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。